それでは2年目の菅野航輝選手です。よろしくお願いいたします。2年目のシーズンを迎えて試合の出場機会も増えました、はい、ご自身での手応えいかがでしょうか。そうですね、去年よりはまだいぶ試合の方に出させていただいているので、もっともっと結果を残して少し進歩を見に来たいと思います。はい、今意識して取り組んでいるところありますか。そうですね、まあ、自分の持ち味としては大事なんですけども、走塁や守備面っていうのももっと力を入れていきたいなと思ってます、はい、試合を見に来てくれたファンの皆さん、菅野選手のどこに注目してもらいましょうか。アピールポイントお願いします。そうですね、やっぱり、自分の持ち味としている長打力っていうのをやっぱりファンの皆様に、見ていただきたいなと思っているので、そこをもっと、レベルアップしていきたいなと思います。はい、それでは最後にイーグルステーションをご覧の皆さんにメッセージをお願いします。まだまだ、チームに貢献できていない部分がたくさんあるので、もっともっと、自分の向上心を持ってレベルアップしてファンの皆様の期待に応えれるように頑張っていきたいと思います。はい。